お久しぶりです。突然のお手紙すみません。あれからもう1年。こんなこと言うと科学的にありえないって言われそうですけど、聞こえたんです、歌が、凛の歌が。それから僕はあらゆる実験を繰り返しました。減衰せずに漂う歌の再生、あの日最後に歌ったあの場所に残っていたんです、思いが。だから会えるんです、凛に。場所は王都聖火祭。来てくれますよね、フィーニス。